愛子さんみたいなタイプの生き様の、だからまあその野良犬っていうイメージがさっき変わったっすけど、うん、まあ餌もらったのピチップ振らない人が、うん、で集まってコーチ陣やったら面白いでしょうね。よくさ、デーブは何年生まれだっけ。41年の代です。41年の代だって集まったり、はい、あんまりしないですよね。変わりも多いんですよ。野村健次郎とか俺らの代もそうよ。38回ですか。37回ですね。誰も、もう誰もあの温度を発するやつもいないし、もうあのもうなんか自分勝手な若じゃん。秋山だ、駒田だ、ツトムだ、まあ、正直変わってますよね皆さん。いやいや、もうあのいいやつなんだけど、うん、もうマイペースな人間ばっかりじゃない、ね、だからまずあの広沢とかさ、マイペースばっかり。マイペースですもんね、うん、広沢さんも面白いですよね。関根さん、若松さんが代々行って、うん、広沢さんの連続出場かなんかが途切れるっていうなら、うん、俺も納得したんだけど、代々に一茂行った時に本気で吠えたって言ってましたもんねあいつに途切れさせられたって。もう原さんもそうじゃない。でも連続そうやってましたもんね、長いこと。ね、535でしたっけ、うん、あれは今だいぶ経ってからじゃないですか。だ去年秋山が抜いたのよ、うん、それこそ二十何年ぶり、ね、もうやっと。なんか昔はさ、そのフルイニングとか出るの当たり前 で、うん、でこれは真面目な話なんだけど、なんで俺そこをすごい意識してやってたかっていうと、ああ金谷さんの時に王さんと食事をさせていただいた時があって、王さんが愛子なって、レギュラーっていうのはどんなことがあっても怪我しちゃダメだと。で、一人でも応援してくれる人がいる、ファンがいる限りは試合の最後までグラウンドに立っていろ、立ってなきゃいけないの、これがレギュラーだっていう言葉をものすごいあの耳に残ってて、頭に。それでもう本当レギュラーになったからにはもう絶対最後までグラウンドに立ってよっていう、その王さんの言葉があったからそれがまあできたっていうか、あとはもう有藤さんの尋常じゃない厳しい練習のおかげで体が強くなったから、ね、折れてんのに2週間で登録ですからね。そうそう、まあね、あったり おかしいから自打球で腫れてるところに落ちたのノックバットでね、こうみたいな。だから痛みも強くなってたんですけど、まあ、でもそのメンタルがそういう教えを被ったんですね、じゃあ大会長から、うん、だって俺その記録作ってる最中、ほんと西武戦で、うん、あの俺風疹かかって9度5分ぐらい熱があったんだけど、はあ、あのトレーナーに隠し試合出てたんだ。でよりによって先発が工藤よ、うん、もう絶対今日打てねえわと思って、ね、あの3連戦だけは本当にプロ野球20年の中で一番きつい3連戦だから、頼むから誰にも映らないでくれ。あ、まあ、まずはそれ、そこですよね。思ってたら平井に映ってたんだけど、ね、素晴らしいですね平井さん休んだんですよ、ね、そう。でもなんか昔は本当さ、そういう昭和のね、昭和の野球の中ではさ、そういう王さんだったり長嶋さんだったりとか、もうなんかこうなんていうの、今の時代はなんか時代遅れな話だみたいなこともあるけど、うん、でもなんかよ、俺はそれはそれでいいんじゃないかなって、うん、そうですね。でもさ、なんかそれをこう引き継いでるような選手も今ちらほらいるじゃない。いますよね。例えばライオンズの栗山なんかもそうですし、だよね、はい、うん、その例えば例えが悪いけど、家族と野球どっち取るって言ったら、うん、もうすぐ野球って言える人たちがいたりとか、うん、野球で原さんもあんなエリートな感じじゃないですか、見た目は、うん、でも、うん、で野球バカって言われるのが俺はすごい褒め言葉だっていうわけですよ、原さんは、うんうん、それだけ野球のことに俺たちはもう邁進したんだっていう、俺にとって褒め言葉なんだよなっていう言葉だったりとか、うんうん、なんかみんな野球人もそれぞれ持ってますもんね。今はさ、情報社会だからさ、うん、いろんなことでさ、なんかこう必要ない情報までいっぱいこうあるじゃない。そうですね。だからさ、今デブなんかもさ、今子供たちにも教えてるけど、俺も今本当中学生とかさ、小学生に教えてんだけど、もうそれこそ毎日教えてんだけどさ、やっぱそういう子たちってさ、本当俺ら以上に野球の情報を持ってんだよね。ちょっとやりにくい部分もあるんだけど、でも俺はもう逆に昭和的に接してる。なるほどですね。もう平気で蹴飛ばしたりしてるけど、そうですね、うん、でもなんかこう意外と逆にそういうコミュニケーションが、うん、で今クラブチームも教えてるけどさ、俺冗談で言ってるのが、血が出ないから怪我じゃねえからって言ってそうですよね、言っとくぞって、
あの青タンは怪我じゃないからね。ないですね。内出血は怪我じゃないからっつって。血出てねえじゃんっつって。そういうことですよね。だけどなんか今の子たちは逆にそれが斬新で面白いのか、うん、結構それが流行り言葉になっちゃって、みんながなんか痛がってて大丈夫大丈夫血出てねえよとかっつって。でもその辺があって強くなりますもんね実際にね。でもだから昔だとそれ当たり前だったじゃない、うん、そのぐらいが今衝撃的になっちゃうんでしょうね。確かにそうですもんね。僕血が出なきゃ怪我じゃないし、あのライブが追いかけてきて、僕持論があって選手に言ったのは、肉離れとか言ってちょうど前ライオンが追いかけてきたら、うん、どうするの食べられちゃう、いや逃げます、うん、怪我じゃないよライオンが来て、うん、食べられちゃうっていうなら休んでいいよっていう、うん、まあ、その休んでいいよもおかしいぞって試合出れてんのにっていう感覚ですよね。もうね、昔の人だってさ、それこそ金本なんで骨折しながら試合出てたりとか、あの衣笠さんもそうだったじゃない。そうですね。でやっぱ体強かったよね、みんなね。折れて試合出るんですかね。折れた人たちは尋常じゃない痛み知ってます、知ってるじゃないですか、うん、骨折って。だからやっぱりびっくりするような記録がね、未だに、ね、金田さんの400勝もそうだけどさ、江夏さんの年間401奪三振とかさ、稲尾さんの、あの42勝ありえないよね。42試合本ないからね今ね。40でも稲尾さんね、あの三原さんが監督の時にさ、ダブルヘッダーで第1試合投げて、はい、あの若手だからベンチに応援でいなきゃいけないんだけど、なんか視線感じんなと思って見ちゃいけないと思いながらもパッと見たら三原さんと目が合っちゃって、分かりましたっつって、ね、第2試合も投げんだって途中から。そんな時代だったって言ってたけど、今なんか絶対ありえないもんね。ありえないですね、球数だ。そうっすね。おさデーブ今日会ったら聞こうと思ってたのが、ああデーブってほらもう一軍の監督をやったわけじゃん。ああ何が一番難しかった。一番は、うん、まあ、正直言って雇われ社長なんですよ、監督とはいえ、うん、でそうなると、で一番監督をやってて監督の大事な仕事だなと思ったのはチームの士気を上げることだった気がするんですよ。士気が下がる言動だったり行動だったりがダメ で、うん、でそれは二軍監督の時冷静に星野監督とか見てても、うん、まあ、士気の上げ方が時代じゃないんですよ。やっぱりデイクスーって言ってもついてこないんだけど、うん、徐々にその星野野球がわざとやって俺たちに鼓舞してんだみたいなのがこう伝わってきて、最後優勝までいくっていうのを見てると、あ、士気を上げるのってどんだけ大事なことなんだなっていう中に、だからこの士気を下げることをやっちゃった時がもう監督辞める時ですよね。だから僕だったら例えば球団からの指示で選手を使ってるなんて噂になってる時点でもうアウトですよ。で、それは難しかったですね。ああいうところが今の時代嫌だよね。あ、でもどの球団も聞いたらあるんですよ。やっぱ球団主体になってるから、球団がこの選手を何試合使いましょうとか、うんっていうシステムでアメリカっぽくなってきてるんですよね、うんうんうん、俺は見てて大したもんだなって。俺何がデーブの楽天への功績って松井を抑えにしたっていうのはものすごい功績だよね。愛子さん聞きたいのは、うん、色紙にいろんなこと書くじゃないですか、うん、なんか書いてくれって言われたら、はい、愛子さんなんて書くんですか。俺ねいろんなの好きで、はい、今なんか書いたりするのは1年岩をも通す、1年は一つ念じるものは岩を通す、はあ、だけどあとなんかもう一つ好きな言葉があって、なんだけど若い時に流さなかった汗は年いってからの涙に変わるっていう、はあ、なんかそういうような言葉があるんだけど、はあ、やっぱり若い時ってっていうか、まあとにかく俺らはやらされたから良かったんだと思うけど、うん、これは野球に例えてるだけだかもしれないけど、やっぱりやれる時にやらないといけないなって、うん、オチさんにすごい言われたのが、何にも考えずにただがむしゃらに振らなきゃいけない時期がある、うん、それで体をができて1年間バットをどんだけ振っても振り続けられる体力ができてから今度考えて振るようにしろと、うん、そうすると考えながら相手ピッチャーをあの想定しながらスイングしたら、お前100本振れねえぞって疲れちゃって、うん、なんかもうそういう教えを自分ではの中ではすごい大事だなと思ってきたから、うん、なんかなんかそういうやることしっかりやって頑張ってやれば思いは1年岩をも通すっていう、うんうん、昔高校の時はなんだっけ、ことわざですか、うん、あの
そういう愛子さん好きですよ。あの前末次さんってジャイアンツの先輩いるじゃないですか。末さん5番打ってた人です、うん、昔のジャイアンツの末さん。あの時二軍監督だったのかな。結婚式の挨拶頼まれてしたんですよ、うん、で私が現役の時から大事にしてる言葉を最後に送ります、初心って言ったまま黙っちゃったんですよね、うん、出てこなかったんです最後まで出てこなかったそんな感じでいいですかね今なんとか。ああいやだからね、俺よくね若手の中で落合さんを見てて天才に勝る努力なしっていうのは冗談で言ってたりとか、結局落合さんって練習した姿を見せなかったじゃないですか、うん、で中日の監督になった時、うん、最初言われたのは自分が練習してるのにあんだけやらしてっていう見方をみんながしたんですよね。違う違うんですもんね俺ね